第61回 NHK 紅白歌合戦は2010年12月31日に NHK ホールにと生放送された通算61回目の NHK 紅白歌合戦。前回で60回の大きな節目を迎えたことからどのような形になるのかが改めて注目される中での放送となり内容的にも大幅なリニューアルが行われた。 今回から第63回まで紅白としての統一キャラクター、歌、ウッキーが制定された。前回より15分短縮され、19時30分からの放送となった。国内向け放送は、例年通り、テレビが総合、BS2 武士の3波、ラジオが第一の、K4 倍体。国外向けには、NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本でいずれも生。 放送された。双方向対応番組。デジタル総合並びに、デジタル BS2 では、ステレオ第二音声にて、紅白応援隊のテリー伊藤と、関根まりそして松本和也による、紅白、裏トークチャンネルを放送。BS2 武士では、翌2011年春に、完全デジタル化に伴う BS プレミアムへの、政治統合及びそれに伴う、 番組編成の見直しから今回をもって終了。並びに BS サイマル放送も、今回を最後に、第69回に 4K、8K テレビ放送に、対応した別チャンネル、NHKBS4K、NHKBS8K での同時性放送が、開始されるまで、再開を待つこととなったまで継続。すべて2010年前回同様、MC 時には、歌手名。 出身都道府県、出場回数、見どころが画面左下に表示された。出身都道府県の表示は、基本的にソロ歌手のみだが、一部のソロ歌手で表示されなかったり、メンバー全員が同一都道府県出身である場合は、グループ歌手でも表示されていたりした。テロップの書体は前回と同様明朝体であった。テロップのデザインも、前回同様であり、赤組司会。 赤組出場歌手名の表示は、名前の下に赤いラインで、ライン下には、明朝体で、赤組、白組司会、白組出場歌手名の表示は、名前の下に白いラインで、白組、ゲスト審査員、ゲスト、総合司会の表示は、名前の下に、金色のラインで、61ショートトーン、紅白と表示されるというものだった。グループ名とそのメンバーを平記する場合、 ローマ字部分はグループ名の元にのみ表示され、個別メンバーはラインのみの表示であった。また、前回まで歌唱終了後に小さく曲名と歌手が表記されていたが、今回は歌唱中に画面左上に小さく曲名と歌手名が表示された。ただし、メドレーは歌唱中は個別の曲名が表記され、すべての楽曲が終わった時点でそのメドレーの名前が表示された。 いずれも初代は、明朝からだ。プロゴルファーの石川遼による、開会宣言でオープニングを飾った。先行トップバッターは3年連続となる、浜崎あゆみ。歌唱した、バージンロードは、結婚をテーマとした楽曲で、浜崎は、翌日に入籍を発表した。AKB48 の歌唱時には、AKB48 の48人に加え、 友情出演として SKE48 から48人、NMB48 から16人、研究生から18人がステージに上がった。総人数は前回の72人を上回る130人となっており、1アーティストの歌唱時における人数としては史上最多である。衣装は最初に赤と深緑の2種類のコートを着用し、途中でコートを脱ぎ、花柄、ピンク、 緑色、墨で色、大々色等複数の種類の最新型の半袖の制服を着用された。披露したメドレーの最後には AKB レッド V という一文字を完成させた。V はビクトリーを意味するのだろうと赤組司会の松下奈緒は語っていた。なお、番組全体における AKB48 の出演シーンは12シーンに上る。 これは一アーティストの出演シーン数としては、紅白史上最多である。紅白の報道陣や関係者の中には、演出におけるこのような角の AKB 頼みを疑問視する声もあった。ちなみに、2種類のコートの衣装は、フライングゲット等のグッズが使用されている。AKB48 の歌唱後、総合司会の安倍渡るによりゲスト審査員の紹介が行われた。 この役割はここ2年間は両軍司会が担当していたが、今回からは再び総合司会が担当するようになった。アンジェラ・アキの歌唱前には2008年の NHK 全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲手紙背景15の君へを通じて彼女が中学生たちと交流したことに触れた上で、今回歌唱された輝く人がその交流を通じて作られた。 手紙の続編であると紹介する映像が流された。ポルノグラフィティの歌唱途中に歌詞を間違えるハプニングが発生。最後に歌詞間違えました。と謝罪した。中村光子の歌唱時には春ない時を歌、ウッキーがサポートし、ゲスト審査員は歌、ウッキーの形をしたパペットをはめていた。キャラクター紅白歌合戦審査員は歌、 キーが務めた。お母さんと一緒から1999年第50回以来11年ぶりの出場となった。第50回では通常枠だったが、今回は特別枠での出場。さらに横山、三谷、小林、伊藤によるハンドベル演奏も行った。愉快通会怪物くん以外の3曲では、歌唱時に当該作品の登場キャラクターがバックダンサーとして、 着ぐるみで登場していた。愉快通快怪物くんの歌唱時には、この年4月から6月に放送された、日本テレビ系、ドラマ、怪物くんで主演を務めた嵐の王の里氏に加え、それぞれ狼男及び、ドラキュラ役で出演していた上島竜平八島知人が登場。テロップにおいて、王の里氏は、怪物くん名義で表示された。フランケン役のチェホンマンは、 スケジュールの関係で登場しなかった。また、同作で、デモキン演じた、出場歌手でもあった、時キの松岡正宏との絡みもなかった。最終結果は引き分けであった。五代夏子と細川隆の歌唱時には、AKB48 のメンバーが踊りを担当した。細川隆の歌唱後、スマップの草薙剛が、地デジカ、同じくスマップの香取慎吾と共に、地上派。 アナログテレビジョン放送の終了に関する案内をした。ファンキーモンキーベイビーズの歌唱直前の MC 時には、彼らに縁のある田中雅宏と北島三郎が応援メッセージを送った。田中は彼らの歌唱曲、あと一つを自身の登場曲としており、同曲の PV にも出演している。北島は彼らの出身地である、八王子市在住である。 川中美幸の歌唱直前の MC 時には、自身も出演している、この年下記の連続テレビ小説、鉄板の出演者である、滝本美織、藤純子、赤井秀和が応援メッセージを送った。歌唱時には、バックダンサーが、鉄板のオープニングにおける、鉄板ダンスを踊っていた。HY の歌唱前には彼らの歌唱曲、字を、声が作られた経緯を紹介する映像が流れた。 同曲は、同ボーカルの中曽根泉が、祖母から聞いた戦争に関する経験をもとにした曲で、あり、会場では、中曽根の祖母が彼らの歌唱を見に来ていた。久美子の歌唱前には、彼女の歌唱曲、祈り祈りがもとにしている原爆のこの像及び、そのモデルとなった、佐々木貞子に関する映像が流れた。水森香織の歌唱前には、W コロンの二人が登場し、 メンバーの根津土が紅白及び水森を題材とした謎掛けを披露した。ラルク・アンシエルの歌唱前には彼らの歌唱曲、ブレスがこの年の NHK のバンクーバーオリンピック放送のテーマ曲であったことからゲスト審査員の高橋大輔がオリンピックや同局に関するコメントをした。第一部終了直前に中間審査の結果が発表された。白組が優勢であり、 W コロンが再び登場して、白組を題材にした謎かけを披露した。第2部の冒頭では、前回同様、歌の力を被災史上式の下で大合唱した。ソロパートを歌う歌手は前回と一部異なっており、担当歌手も大きく入れ替えられていた。パフュームの歌唱前に、川中美幸、中村光子、春菜愛が、パフュームの衣装と自己紹介を真似て、 何話のパフュームとして登場し、曲紹介をした。t o の曲前には大野が、中井くんからの預かり物として2006年下期の連続テレビ小説、もたこ南京での城島茂の73話けの写真を出した。なお、2006年第57回前回までの中井、今回の大野と5年続いた。 時を歌唱前に司会が、城島の芋タコ南京出演時の写真を出すという演出は、今回が最後となった。五木博士の歌唱前には、彼の歌唱曲、おしろい花や、代表曲である、お前と二人、幸せさがしてを作曲した木村義夫との友情を、歌が繋いだ友情として紹介する映像が流された。僕たちのふるさと日本では、ふるさとを思う気持ちを、 今夜歌でつなぎたいと考えた嵐の5人が新しいふるさとの歌を作るため全国を回った映像が流された。最後には楽曲、ふるさとを嵐と紅白有志が大合唱した。和田明子の歌唱時には赤組の有志がステージに上がってサポートした。同様に、香山雄三の歌唱時には白組の有志がステージに上がった。福山雅春は 横浜のライブ会場であるパシフィコ横浜から中継で出演した。歌唱の直前に大河ドラマ、龍馬伝で共演した香川照之により断髪が行われた。また、福山が松下にお疲れ様でした。ゲゲゲの女房、松下がお疲れでした。龍馬伝とそれぞれ返すやりとりもあった。毎年豪華な衣装での登場が恒例となっている。 小林幸子の歌唱前には昨年のメガ幸子に衝撃を受けたという AKB48 の一部メンバーがコメントした。本年は歌唱曲母ちゃんの独り言に合わせて母鶴と呼ばれる優しいお母さんを鶴に重ねたイメージの豪快賞で登場。セットの全長は8メートル、羽を広げた幅は13メートルであった。小袋の歌唱前には彼らの歌唱曲、 流星が主題歌であったフジテレビ系ドラマ流れ星に出演していたスマップの稲垣五郎がコメントをした。また稲垣は二宮和也に対しスタジオ隣だったねと話した。上村花菜の歌唱曲トイレの神様は彼女の出場決定当初は9分52秒のフルコーラスで歌われる予定であったが最後の部分にフェードアウトがあったためだと考えられ、 感想を削り7分50秒に短縮されて歌われた。歌唱時の特別な演出はなく、歌をじっくり聴かせることを演出側が意としていたと推測されている。白組司会の嵐の歌唱前には、前回まで4年連続で組司会を務めた嵐の先輩であるスマップの中井正弘が曲紹介を行った。生き物係の歌唱前には、歌唱曲、 ありがとうが主題歌であった連続テレビ小説、ゲゲゲの女房の名シーンが流され、主演を務めた松下が同曲をピアノで演奏した。特別ゲストの桑田圭介は、東京都内の青山ビクタースタジオから中継で出演した。以上は、門付き袴であった。歌唱前には、カチンカチンにしてまいりましたと冗談を述べ、立川男子が発した。 ふとした病というフレーズを借用しつつ、自身が病気から復活したことなどについて語り、それいけベイビー、本当は怖い愛とロマンスを歌唱した。校舎の歌唱中には、虎とウサギの着ぐるみが持ちつきをしていたり、二人のバニーガールが登場した。なお、歌唱中は、桑田の主治医が天敵を持って待機していたという。歌唱終了後に、桑田は、次は、 石川さゆりですと述べた。桑田の後に歌唱したのは、石川さゆりと北島三郎であり、歌唱前には、石川の歌唱曲、天木越えの作詞者、吉岡治と北島の歌唱曲、風雪流れ旅の作詞者、星野哲郎が2010年に亡くなったことに触れられた。そのため、会場は、桑田の登場で盛り上がった直後に、追悼の引き締まった空気に一変した。 坂本冬美は赤のドレス姿で前回の歌唱を機に世間に浸透していくきっかけとなったまた君に恋してるを2年連続で歌唱、ステージ前の字幕テロップに紅白に外線と表記された。坂本は曲前の松下とのトークにて奇跡のような1年でしたとコメントした。赤組鳥のドリームズカムトゥルーはブラスバンド隊と共演で生きてゆくのですを披露した。 同メンバーの吉田美和と中村雅人は揃って和服姿で登場。なお、同曲はテレビ初披露であった。白組取り及び大取りのスマップはディスイズラブ 10SP メドレーと題しディスイズラブトライアングルのメドレーを歌唱したが、表題された前者よりも後者の歌唱時間の方が長い扱いだった。白組取り並びに大取りの歌唱曲がメドレーとなるのは史上初。 また、世界に一つだけの花を歌唱するとの事前報道もあったが、メドレーには加えられなかった。今回もエンディングの特典集計の直前に、出場歌手の歌唱シーンや番組企画などがハイライトで放送された。通常表彰の音楽には、ヘンデル作曲のユダス、マカベウスの中のミオ、勇者はカエルが使用されているが、前回に引き続き今回も、 歌の力のインストゥルメンタルが使用された。また、エンディングのホタルの光のアレンジが今回から第63回までにかけて大幅にリニューアルされ、前回まで単音だった集結が今回から第63回まで三連音となった。中間審査を含めた総得票数による審査の結果418,191対367,645で、 白組が優勝し連勝記録を6に伸ばした。嵐の5人を代表して、リーダーの大野が北王子金也から優勝旗を授与された。ゲスト審査員の投票は7対3で赤組が優勢。視聴者投票で白組歌手のファンによる白組への組織的な投票が行われており、それが白組優勝の一因となったとの指摘がある。松下、嵐はいずれも初司会。また 嵐は史上初のグループでの司会担当となった。彼らの白組司会起用について、チーフプロデューサーの井上圭介は、中井さんは60回まで何回も盛り上げてくださった。変えるならガラッと変えたかったと説明した。また NHK 関係者は、嵐の白組司会の形式について、東京スポーツの取材にメンバー5人が、 入れ替わり立ち替わりで司会を務めることになると話していたが、実際は全編5人全員で登場する形となった。なお、前年12月時点で放送関係者が東京スポーツの取材に、例えば司会。今年は中井でしたが、来年は嵐のメンバーを使う話が出ているそうですからねと語っていた。安倍は2年連続での総合司会。 今回から第65回まで、両組司会はその年の連続テレビ小説家、大河ドラマの主演者と嵐という体制になった。嵐は今回から第65回まで5年連続で白組司会を担当。この時点で NHK とジャニーズ事務所で嵐の5年連続白組司会が密約されていたとも言われる。その後、第66回で嵐の先輩である。 V6 の井ノ原義彦の白組司会を挟み、第67回で、相馬、第68回で、二宮、第69回、第70回で、桜井と嵐メンバーのソロによる白組司会も行われた。正式発表前に、各種メディアが挙げていた司会者の候補は次の通り。司会発表後に、メディアが伝えた司会者の人選に関する報道は次の通り。 前回両組司会に仲間由紀へ中井の起用を発表した直後に当時 NHK 会長の福知茂雄は来年の紅白もこの二人で良いのではと二人を本紅白も続投させる可能性を示唆していた。オリコンが発表した紅白の司会を務めてほしい有名人はというアンケートでは男性部門1位が中井、女性部門1位が松下だった。仲間は 赤組司会を退いた一方、ゲスト審査員に起用された。中井は12月30日のリハーサル時に、報道陣から受けた取材に、ジャニーズでは僕以外、司会をやらないと思っていたと述べ、嵐に司会のアドバイスも言った。総合司会の安倍起用について、NHK 放送総局長のヒューガ栄実は、実績があり、安定していて、頼りになる。 うどうアナの話は聞いてませんと述べた。当初、気温が有力視されたうどうの非選出に関して、勇敢富士は朝一内でのうどうの暴走が原因ではないかと報じたほか、安倍とうどうの二人で総合司会をすればよかったのでは、との提言も言った。歌手名の太字は初出場、または帰り咲き。出場歌手として選出された歌手、グループは、 紅白22組ずつの計44組である。これは前回の50組と比較して6組の減少となり、さらに第40回に二部制が採用されて、以降では最も少ない組数である。出場歌手減少の理由について、NHK は放送時間が15分短くなったため、曲紹介に十分な時間を取るためという旨の説明している。選考基準については、 今年の活躍や NHK への貢献度、世論の支持、番組の企画、演出との合致のほか、将来性も重視したとしている。初出場は赤組3組、白組2組の計5組で、前回の計8組から減少。これは第6回、第33回と並び最も少ない。帰り先は白組の3組のみで、前回の4組から減少。 赤組に帰り咲きを果たした歌手、グループはいなかった。特別出演歌手については当初いないと示唆されていたが、桑田圭介が特別出演する可能性を報じられており、12月27日に桑田の特別出演が発表された。桑田は第34回にサザンオールスターズとして出場して、以来27年ぶりの紅白出演で8月に 食道癌の手術を受けて以来の復帰ステージとなった。選出初出場を果たした上村花菜は2010年11月23日の段階で出場が内定したと報道された。NHK が上村の代表曲トイレの神様を早い段階から様々な番組で取り上げており、今年度のテーマ歌でつなごうの趣旨ともマッチしていることからスポーツ紙などでは 演奏時間9分52秒の同曲をノーカットで放送することが決定されていると当初報道されており紅白初ヒットの最有力候補と言われていた。しかし実際は先日の通り7分50秒に短縮された。上村自身は紅白初出場記念の記者会見にてどこも削るところがないので全部歌わせていただきますと述べていた。 この発言に和田明子は11月28日放送の TBS 系列アッコにお任せ、ないでどんな歌だって削るところはない、と反論した。同じく初出場を果たした HY は彼らの祖父母時代の戦争体系をもとにした楽曲、字を、声が多くの共感を得たことなどを理由に選考された。2度目の出場となる NYC は前回は NYC ボーイズ名義で出場しており、NYC 名義での出場は、今回が初となる。香山雄三は、第52回以来9年ぶり17回目の出場を果たした。香山について、番組側は主演の映画、若大将シリーズが50周年を迎えたことを、出場理由として挙げている。ゴ博ヒロミも、香山と同じく第52回以来の出場となった。 里については1955年生まれ55歳2010年に55本の全国ツアーを実施し、55尽くしの語呂合わせなどが挙げられている。1年5ヶ月ぶりのシングル、ブレスが NHK のバンクーバーオリンピック放送のテーマソングに起用されたラルク・アンシエルは第51回以来10年ぶりに出場を果たした。 不戦室事前のマスコミ報道で有力とされながら不戦室となった歌手、グループは以下の通り。共にこの年デビュー30周年を迎えた近藤正彦、佐野元春の出場の可能性が報道されたが実現しなかった。ペギー・早山の出場が決まりつつあると報道されたが実現しなかった。この年デビュー15周年を迎えた V6 について 同メンバーの井ノ原義彦が総合テレビ朝一の司会を務めており、本紅白に出場する見込みだと NHK 関係者が話していたが、選出されなかった。バンプ・オブ・チキンについて2010年11月22日の段階で出場がほぼ確実になったと報じられたが、実際にはデマとバンプのスタッフがツイッターで否定した。2010フィファワールドカップ等、この年、 NHK のサッカー中継テーマソング、魂レボリューションを担当したスーパーフライの出場も予想されたが、出場はなかった。2010年通して各種メディアで話題になった K-POP 勢だが、事前の各種データや電話調査などを総合的に判断した結果として一組も選出されず、これにより第52回以来9年間続いた韓国勢の出場が一旦途切れた。 これについて音楽評論家の加藤進むは K-POP が注目されて短期間であることや中高年の知名度がそれほど高くないこと、紅白があくまで日本の番組であることなどに触れ、韓国のアーティストが出場できなかったのはある意味当然の結果だったと分析している。事前のマスコミ報道などでは出場が有力視されていたものの落選となった。 主な韓国出身のアーティストはカラ・少女時代ビッグバンである。出場歌手発表後、K-POP 勢を一括りで特別枠で出演させる計画があるとも報じられていた。東方新規は事務所とのスキャンダルを理由に活動休止となり不出場だった。なお、カラと少女時代は翌年の第62回で初出場を果たし、東方新規も 第62回で帰り咲きを果たした。小林幸子との豪華な衣装による対決が恒例となっていた三河健一については落選。これについて井上圭介は全国5000人を対象に実施した世論調査や CD の売り上げなどを総合的に判断した上で三河が出場枠に届かなかったことと放送時間短縮を落選理由として述べている。なお、 NHK は、この数年間以上対決は意識していなかったと、している。その一方、芸能界の重鎮が前回出場した、伏施明が優待して、株を上げたことを上げた上で、三河に辞退を進め、三河がこれに従ったとする見方もある。前回で特別出演した、矢沢栄吉について、井上圭介は、出演を依頼したが断られた。矢沢が断った理由は、 前回は紅白の60回と自身の60歳という年齢が重なった特別なタイミングであったためとしている。前回出場者で不選出となった歌手、グループは以下の通り。赤組については、綾香、中島美香が病気療養で活動休止中のため、大塚愛、木村カエラが妊娠、出産のためと報道されている。6年連続出場の小袋。 4年連続出場の中村光子。2年連続出場のドリームズカムトゥルー、ユースケは翌年不出場となり、今回で連続出場が途切れた。中村、ユースケは今回が最後の出場となっているが、小袋は第63回、第64回、ドリームズカムトゥルーは第64回で復帰を果たしている。赤組取りにドリームズカムトゥルー、 白組鳥及び大鳥にスマップと両組ともにポップス歌手及びグループが鳥に起用された。なお、鳥が両組ともにグループというケースは史上初である。今回の曲順発表の際にチーフプロデューサーの井上圭介は鳥選考に関し昨年60回のメモリアルを終え、今年は新しい紅白の新しい時代の雰囲気を香らせたかった。 東大を代表する二組にお願いした演歌も一年を象徴するヒット曲が生まれるなら、取引用も考えていくと説明した。スマップの白組取引用については、同リーダーの中井正宏が今回組司会担当を退いたこともその一因であるとスポーツ報知は分析している。また、今回以降、第68回を除き、第71回までジャニーズ事務所所属アーティストが、 白組鳥を務めた。正式発表前に各種メディアが挙げていた鳥の候補は次の通り。平均視聴率は関東地区で第1部が35.7%、第2部が41.7%だった。第2部で前回の40.8%を上回ったが、第1部は前回の37.1%を下回った。なお、他の地区の視聴率に関しては、 ビデオリサーチ社のホームページにて掲示されている。歌手別視聴率のトップはスマップの48.9%、瞬間最高視聴率は結果発表前の49.7%。また、裏番組の視聴率は日本テレビダウンタウンのガキの使いやらんで、大晦日年越し SP 絶対に笑ってはいけないスパイ24時第一部の15.3%が最高だった。 ありがとうございます。